皆さんこんにちは、相澤隼人です。本日はですね、YouTube の登録者数が3万人を突破しましたので、それを記念してですね、Q&A 動画を撮っていこうかなというふうに思いまして、 Instagram にて、Q&A、質問を募集したところ、結構たくさんこう質問をいただいたので、それについて今日はお話ししていこうかなというふうに思います。早速気になる質問からね、ちょっとご紹介させていただこうかなというふうに思います。いきましょう。ちなみにね、これカメラ買ったんですよ、新しく。ちゃんと YouTube 撮ろうと思って。 YouTuber でしょ。どうですか、色もだいぶ入ってきて黒くなってきたかなって感じですけど、まだ大会仕様じゃないので、そこら辺はもうちょっとガングロになっていくところを皆様にお伝えしたいなというふうに思います。ということで、最初はね、筋トレ以外の趣味はありますかということで、最近はドライブによく行っております。その動画もいつか出したらいいかなというふうに思っているので、楽しみにしててください。相澤さんも一番きついトレーニングはスクワットですかということで、スクワットきついです。ただ自分の中で一番きついなっていうか、やる前にこう心構えをしないといけないっていうのは、もちろんスクワットもそうなんですけど、スミスマシンでやるスクワットを、ハイレップス気味でよく去年からもずっとやってるんですけど、1セット15回とかで、まあな重さ持ってやるんで、正直そっちの方がきついですね。スクワットは6回っていう回数で固定しちゃうので、そこまでこう呼吸が上がりすぎないっていうか、それもトップでこう呼吸をするのは1回か2回なので、そんなにこう心拍数がもちろん上がるんですけど、上がりすぎるってことはないんですけど、そのスミスマシンでやるやつはね、もうめっちゃ息切れるし、それも後半足の種目11種目12種目ぐらいやるんですけど、その中でもう10種目目とか結構後半でバテてる時に、それを最後のこう難関といいますか、それでやるので、それが一番きついですね。きついんだけど、やっぱやり終わった後のこう達成感っていうのもすごいですし、逆に言えばちょっと自分でこう甘えたなって思ったところもやっぱこうダメだなっていうふうに思いますし、そこら辺が一番僕の中ではきついトレーニングかなというふうに思います。お酒は飲みますかということで、オフの時は飲みます。ただそんなに毎週飲んだりっていうことはなくて、僕の仲間とか友達とか、そういうプライベートなこう人たちの集まりで飲んだりはするので、全然お酒は飲みます。で、次、これもね、多分気になる人多いかもしれない。どうしてもトレーニングにやる気が出ない時どうしてますか。まずトレーニングを、やる気があるとかやる気がないとかっていう風に対処してないので、その僕の場合は競技者としてトレーニングをしてるので、トレーニングを大会に向けた必要なプロセスとしてトレーニングをしていくので、やる気があるとかないとかっていうのはなくて、常に平常心でこう行くような感じにしてます。でもしこれが一般のトレーニングをされてる方で、大会とか別にそんなに興味ない人だけど、トレーニングは好きなんだけど今日はなんかやる気出ないっていう時はやめた方がいいと思います。それは本当怪我するリスクがかなり高いので、そこは怪我したら結局続けられない。で、何事においてもそうなんですけど、継続ってものすごく大事なので、怪我をするような例えばフォームだったりとか、怪我をするような重量だったりっていうのは私はおすすめしません。なので、競技者である場合は やるべき時はやった方がいいけど、そうじゃないトレーニングの場合は、休んでもいいんじゃないかなというふうに思います。皮下脂肪を落とすのに最も効果的で短期的でできるやつを教えてくださいということで、皮下脂肪を落とすだけであれば基本的には食事制限と、あとは有酸素運動をやっていかないといけない。ただこれもトレーニングと同じで、ダイエットって継続しないと痩せないんですよ。もちろん短期的に見て体重を落とすってことは可能ですし、自分も柔道を高校までやってたんで、培った経験から言わせていただくと、普通に1週間で4キロとか全然落とせるんですよ。ただそれは数字が落ちるだけであって、皮下脂肪を落とすことではないので、まずそれは除外します。なので、その最も効率的に短期的で痩せるかって言われると、ちょっとぶっちゃけそのことがそもそもそういうふうに考えない方がいいかもしれない。短期的にっていうか、もちろん減量幅が2キロとかだったら、じゃあ1ヶ月とか2、3週間ぐらいでできるかもしれないんですけど、それが例えば4キロ、5キロ、または10キロとかってなってきた時には、ペースとしては月2キロ、月2キロを守りながらやっていくのがおすすめです。ただこれはスタートの体重によって違うので、私がよく言うのは体重の 2、3% を1ヶ月で落としていく。
80キロの体重の人だったら 1.6 キロから 2.4 キロ間を取って大体2キロぐらいが、減量のペースになるかなと思うので、女子の選手の場合はもっと少なくした方がいいです。月1キロから 1.5 キロぐらいで女子棒をしていくっていう風に考えた方がいいと思うので、まあ、そこら辺も頭に置いてやっていただくといいと思います。なので、まあ、ごめんなさい、質問の答えになると食事制限と有酸素運動、これがいいと思います。あとはもちろんトレーニングはね、当たり前にしていってください。トレーニングの時に意識していることを教えてくださいということで、これは種目によってちょっと意識を変えていくんですけど、自分の中のトレーニングって例えば全部の種目が10回3セットとかじゃなくて、重さを持つ種目、例えば回数で言うと本当に4回から6回ぐらい、まあ、少ないもので言うとたまに3回とかになっちゃう時もあるんですけど、で大体それぐらいの重量、まあ、要は高重量と呼ばれる部類になるかなというふうに思うんですけど、でそこの種目の時は、筋肉で動かそうとはしないです。どちらかというと物体を動かすことにフォーカスします。ただその物体を動かすっていうのもあくまでもフォームができた前提で物体を動かすってことなので、ただ闇雲に上げるんじゃなくて、あくまでフォームありきの物体を動かすってこと。でそこから、まあ、種目が進んでいって、まあ、俗に8回から12回ぐらい、まあ、中重量って呼ばれる部類になってくると、筋肉の伸長と収縮をしっかりとこう味わいながら、動かすようにしてます。でその後に、まあ、ハイレプスのトレーニング15回とか20回とかってなってくると、なるべくそこも筋肉の動きを意識して、物体よりも筋肉の動きっていうのを意識しながらやってるようにしています、まあ、これがトレーニングの時意識しているところですよね、まあ、本当にこれは外面的な部分なので、もっと内面的に意識しているところがたくさんあるんですけど、まあ、多分一番分かりやすいところで言ったらここじゃないかなと思うんで、ちょっと今日はね、ここだけで話させていただきます。はい、これ、トップ選手の若い頃は100キロでバーベルカールやってたみたいな種目はどう思いますか？まあ、要は100キロでやってたかやってないかっていうことかなとは思うんですけど、これはありだとは思います。ただ、ずっとその若い頃のエゴを捨てきれずに行くと多分怪我するので、どこかで、まあ、モデルチェンジしていかないといけないですよね。だそれこそ自分なんかはトレーニング始めたのがそもそも12歳でちょっと早いので、その時はもうなんかただ単に動かして動かなくなるっていうのを一つの基準でやってたので、まあ、重いものを持って動かなくなる、それがトレーニングだっていうふうに考えてたんですけど、まあ、やっぱこう少しずつボディービルの歴が上がってきて、まあ、大会とかトレーニングをたくさん経験積む中でしっかりと筋肉で動かすってことも大事になってくるので、さっきの質問にもまた被っちゃうかもしれないんですけど、重さを持つ種目と効かせる種目みたいな感じの使い分けはしてます。なのでこの種目はやってみるのはありだとは思うんですけど、怪我には注意してください。答えになってるかな、最短で筋肉をでかくする方法はありますか？ない。今飲んでいるプロテインを教えてください。今飲んでいるプロテインは最近ちょっと味変えて、これゴールドジムの CFM これねの、今はミックスベリーの、もともと飲んでたのはバナナシェイク飲んでたんですけど、ちょっと最近味変でミックスベリーにしました。はい、じゃあそれぞれの部位で1種目選ぶとしたら何を選びますかっていう質問、これは足ならスクワットで、二頭筋はバーベルカール、三頭筋ならライングエクステンション、三角筋はちょっと難しいのでちょっとまあサイドレイズっていう風に収めておきます。で、胸ならベンチ、背中ならチンニングって感じですね。うん。だから1種目しかできなかったらこれやります。絶対これやる。自信持って言えます。メンテナンスカロリーぐらいで、筋肥大可能だと思いますか？食べ過ぎるとトレ強度が落ちてしまいますということで、これは人によるかなというふうに私は思います。もちろんメンテナンスカロリーってことは、例えば、要は体重をこうキープできるようなカロリーかなというふうに思うんですけど、ある程度こう栄養素に満たされている状態の方が筋肥大は多分しやすい。ただ、それが行き過ぎちゃってトレーニングの強度が落ちたら、それはパフォーマンスが上がってないから、それはどうなのかなというふうに思います。だからあくまでもトレーニングのパフォーマンスを第一に考えていただいて、それでトレーニングのパフォーマンスが上がるような食事をとってあげて、それで筋肥大がするんじゃないかなというふうに思います。まあ、セミナーとかでもよく話させていただくんですけど、大事なのってトレーニングもそうなんですけど、食事とか睡眠ってめちゃめちゃ大事なので、まあ、そこら辺も気を使っていただければもっと筋肥大していくんじゃないかなというふうには思います。まあ、筋肥大は可能だとは思いますけど、もっと食べた方がいいとは思います。
なのでそのメンテナンスカロリーのプラス、まあ、目安として500キロカロリーぐらい、まあ、今どれぐらい取ってるかにもよるとは思うんですけど、それぐらいをまあ食べれば良くなるんじゃないかなというふうには思います。これはあくまで私の単純なもう意見です。エリートプロへの調整は考えてますか？エリートプロは考えてないです。エリートプロになるメリットを私は感じることができないので、エリートプロはありません、今のところは。おお、これも面白い。今年の日本選手権の仕上がり体重はどのぐらいになりそうですか、ということで、まあ、これに関しては多分去年と同じぐらいですね。去年はそもそものテーマとして筋肉量を残すっていうのがテーマだったので、あまり絞りに固執しないように最低限の絞りっていう形で去年は出させていただいて、それが一応 75.5kg 大会当日で、なので今年はそれぐらいの体重までいって、まあ、筋肉量が増えていれば去年よりも硬い仕上がりになるんじゃないかなというふうにも思いますし、まあ、もしその後世界に出れるってなった場合は、まあ、今の私の体の感じだと75キロ級っていうふうになってくるので、だからそこは75キロになるべく近いところまで落としていこうかなというふうに思っております。なのでまあ大体75キロぐらいじゃないかなというふうに思います。ヘアセットはどうやってしてるんですか？ヘアセットは普通にドライヤーで髪乾かして、自分はこっちに流れてるのでこっち側にバーって流してワックスつけて終わり。 OK、 これ各トレーニングのセット数を知りたいですということで、各トレーニングのセット数はちょっとまあ日によって本当にビビたる差ではあるとちょっとだけ変わるんですけど、だいたい30前後って感じですね。多いので35、少なくて25ぐらいがだいたいセット数になります。まあ、胸だったらそうですね、25から30の間、背中だったら30ぐらい、30ちょうどぴったりぐらいですね。で肩は多いので、35ぐらいいっちゃいますね。腕はちょっと少なくて25ぐらいで、足は30ぐらいって形なんで、本当に25から35の間って感じです。まあ、それプラス腹筋とかって感じですね。トレーニング時間が 1.5 時間、まあ、1時間半しか取れません。上腕は40セット 2.5、 2時間半かかります。分割するべきでしょうか？トレーニング時間が1時間半しか取れないのであれば、上腕は40セットやらないか、まあ、分けちゃってもいいとは思います。他の部位のトレーニングの頻度によるので、ちょっとここで分けた方がいいとかっていうのは言わないんですけど、上腕のそもそもセット数下げちゃってもいいんじゃないかなとは思います。どうしても時間ってこう人によって取れる時間って違うので、そこは無理して40セットやる必要はないんじゃないかなというふうに思います。日本1位になった後の目標って何ですか、っていうことなんですけど、そもそも自分の中で日本一になった気は全くなくて、それこそ自分は鈴木雅史選手を2015年ぐらいからこういろいろお話とかさせていただいて、もう本当に現役バリバリの時代を生で見てるので、あの体を超えるまでは自分で日本一っていうふうには名乗れないわけですよ。だからそこはなんか僕のプライドなのかもしれないですけど、まあ、目標は誰が見てもこう日本の一番だなっていう体になること。でもそれよりも自分のなりたい体になるっていう方が目標的には高いかもしれないですね。毎日のトレーニングにムラが出ないように相澤さんが実際に行っているコンディショニングを知りたいです、ということで、トレーニングに入るまでのものもそうなんですけど、それ以前に前日の過ごし方とかも大事だと思うので、特に自分の場合は睡眠時間はなるべくしっかり取るようにします。最低8時間ぐらいは取りたいなっていう風な感じでやってますね。あとはトレーニング前のコンディショニングを、まあ、30分ぐらいいつも時間かけてるんですけど、なるべく同じ体の状態に戻してあげてからトレーニングに入るようにしています。はい、好きなドーナツということで、これはね僕のちょっと友達からなんですけど、わかりました、言いましょう。アメリカ行った時に食べたドーナツが一番多か美味しかったですね。ランディーズっていうところのドーナツなんですけど、アイアンマンの映画とかにも出てて、そこにこう行って食べたドーナツが一番美味しかったです。まあ、もしアメリカ行く予定がある人はぜひ、ね、そこ行ってみてください。
相澤選手は椎間板ヘルニアを患っているとのことでしたが、トレーニング中はコルセットしてますか、してはいません。で、椎間板ヘルニアは、まあ、オフのシーズンに結構出てくるんですけど、まあ、トレーニング、こう大会が終わってちょっとこう気の緩みが出てきて、まあ、とある怪我をしてとかっていう感じで出てくるので、まあ、そういう時はまずトレーニングを休む、できる種目でやるっていう感じでして、コルセットはしなくて、ただ腹圧をしっかりかける練習とか、あとはリハビリも今もずっと行ってて、2週に1回か3週に1回ぐらいの頻度でちょっと筋肉緩めてもらったりとか、まあ、それ自分でできる運動とかストレッチとかを習ったりとかしています。まあ、特に臀筋とかハムストリングがめちゃめちゃ硬くなりやすいので、痛みが出ない範囲でそこのストレッチはした方がいいかなというふうに思います。相澤選手にとって、仕上がりの基準とはという形になってくるんですけど、ここはちょっとその年のテーマによってちょっと変わってくるんで、まあ、去年の場合は、まあ、筋量を残すだったから、まあ、最低限の絞りということで、まあ、お腹周りとか、まあ、こうお尻とかがちょっとこう線入ってくればいいかなっていう形です。2019年が、まあ、結構こうお尻までかなり仕上がった時だったんですけど、あの時は上半身の筋量がめっちゃ持ってかれたので、そこに基準を持っていくと僕の場合はサイズが縮むかなっていうのがあるんで、その1歩手前か2歩手前ぐらいで抑えるのが自分の中では基準値かなって感じですね。だから、あの上のトレーニングパフォーマンスが落ちない程度にしっかり絞れるぐらいが、基準になるのかなというふうに思います。奥さんは、どんな人ですかということなんですけど、奥さんは、一般人です。トレーニングはたまにしているぐらいです。競技も出たことないし、競技は興味ないし、ただサポートしてくれるので、ものすごく助かっております。ありがとうございます。自慢の一発ギャグありますか？ありますよ。今後、IFBB プロになる予定はありますかということなんですけど、これはね難しいけど、まあ、基本的には考えてません。考えてないですね。まあ、どちらかというと世界選手権とかの方がすごい興味があって、まあ、チームとしてこう日本選手団として行くっていうのが僕の中で夢なので、まあ、それこそ今年以降、まあ、ずっとこう世界選手権出て、まあ、成績残していけたらいいなっていうふうに思っていますし、まあ、絶対ないとは言えないですけど、ただ考えてはないですね。どちらかというと僕は楽しくフィットネスしていたいので、そこは考えてないです。はい、じゃあこんな感じにしましょうかね、今日は。ということで本当にいろいろとね、たくさん質問いただいて、正直全然もうもっといっぱいあるんですけど、ちょっと今日はもう体力的な限界がもう来てますので、この辺で勘弁していただければというふうに思います。まあ最後まで動画見ていただき本当にありがとうございます。まあ、YouTube 登録者数がね、始めて大体半年ちょっとぐらいか、1年弱ぐらいって感じで、やっと3万人ということで、まあ、いつかは10万人ぐらいちょっとね、こういけたらいいかなというふうに思ってるんですけど、まあ、そこはまあ、時間との勝負ということになりますので、まあ、少しずつ気楽に更新していこうかなというふうに思います。今日も最後まで動画見ていただき本当にありがとうございます。ということで、今日はこんな感じになります。もしこの動画がいいと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。